どうもこんにちは、なっちでございます。本日は3月の21日木曜日なんですけど、なんと明日から、久々に原菓子フェスがやってきますよと。広岡だけで学園までつなげるとは思っていなかったんですが、まあ、この原菓子っていうね、何週間 ?2 週間ぐらいあるイベント、2週間どこじゃないな、4週間、長ー、約1ヶ月居座るイベントが開催されますよと。これに学園は絶対重なりますし、なんなら点すらもワンチャン重なっちゃう可能性があるっていうね。で、まあ皆さんもう知ってるかと思うんですけど、また今回貴族生ね、強いキャラもらったんですよ。もうバレンタインのリズレットあたりから異常なペースですよね。まずはこちらのライルは星8で、バッジがついてくるタイプのキャラクターだよね、確か。いや、このバッジやばいんじゃないかな。アトリとかって普通に原画師染めとかでも使えるっしょ。だいぶ恩恵受けれそうですよね。で、まあこっちですよ。問題は、デッサン原画師ディジーということで。僕もね、専門学校に通ってた頃は、デッサンしてました。結構大変なんすよ。先生がすごい厳しくてね、大変でしたね。どうでもいい話でございました。この子がね、めちゃくちゃ尖ってて、リーダースキルが木を5個以上繋げて消すと 80% 軽減、6コンボ加算。6コンボ加算ですよ。もう新時代突入。からの闇を5個以上繋げて消すと50倍。操作時間を5秒延長と。ただスキルが4ターンなんで、ちょっとこの子だけでドロップの確保は難しいと。だから編成どうしようっていう今、そういう状況なんですよね。武器もね、めちゃくちゃ強いです。スキブ2個に10コンボ強化、雲に指。あ、延長もあるからね、ルーレットも多少使っていけよってことなんかな。そうかもな。なんかプリムがね、ルーレットついたんですよ、確か。プリムちゃんが。しかも、極み。まあ、この子火力出さないからそんな関係ないけど。なかなかね、極み推しがすごいので、そういうことなんかな。ちなみに、あなたの性能は？あ、陰の加護ついてる。陰の加護好きだね。そろそろ陽も攻めていかない？陽ガチャ来ないのかな。あ、デクみたいな感じだ。ドロップが 100% 落ちる。なるほど。火を7個以上なんだ。列じゃダメなんだね。76で使えってことか。違う？そういうことではない。でもリーダーに飛んでくもんね。そういうことだよね。原画師ってそういうキャラクターばっかだよね。オリーちゃんはどうですか？なんかすごいサポーター感があるぞ、またこれ。あ、火力も出すわ。あ、でもすげえ。回復持って火力も出しちゃって、回復 L 字もあって、普通の L 字もあって、T 字もあって、10字もあっちゃう。何でもやりますやん。これまた引いとかないと難民が現れそうな性能してますね。で、グラッドさん。あ、陽の加護だ。いや、なんか同じような感じやな。ちょっと控えめになったけど、まあ、陽の加護があるダンジョンではって感じ。あ、でもあれか。スキルが、ケバ格ではないから、また、使い方は違いますね。リーダーと助っ人が80億。なるほど。もう本当にサポートに徹したんだな。だね、それこそゴンさんとかみたいにさ、火力出すスペックはあるんだけど、上限解放持ってないよってキャラクターと組ませたら強そうですね。で、プリムに新形態出たり、アトリに新形態出たり、アトリはそもそもね、本人がめっちゃ強くなったんで、本人がまずね、3色ね、確保しますからね。で、やっぱ3体入れたらループでしょ？で、このさ、究極進化のアトリもさ、強いんだよ。これも全然アトリパーティーに編成できそうな性能してますから、やっぱね、バッチの恩恵でかそうですよね。海舟さんはね、まさかの色変えが属性変わらずと、副属性しか変わらず。あ、でも酒、あ、酒ついてる。熟成するんだ。まあお酒飲んでそうですよね。お酒って意味じゃないんだろうけど。イライザは相変わらず種属性はないんだね。サブのダメージ上限値60億。すげえな。サブ全員か。いや、この武器もすごいことになっとる。ついに4つの耐性を持ちましたね。えぐい。暗闇以外は。最近ってでもね、その素手耐性持ってないキャラクターがいない方が珍しいですから。なんか腐っちゃいそうだよね。個人的に気になるのが、色変わりやがる。お前だよ、レイジ。レイジどう？あー、ダメか。そう、こいつにね、変換ついたら強いんじゃねって思ったんだけど、つかなかったですね、さすがに。じゃあどうしたらいいんだろう。わしはどうやって使ったらええんです？ディジーちゃんを。
すごい迷ってんだけど今。とりあえずプリム進化させるわ。今僕が考えてんのはリーダーがシアトで、で、プリムでしょ？シアトは回復漏れないんでプリム。で、相方黒デク。まあ、名前が似てる、ちょっとこの子をね、一旦置いといて。デイジーをディジーだと思ってください。ディジー2体入れて、で、ここにグレーシスがいると、左のディジー使う、グレーシス使う。右のディジー使う、グレーシス使う。みたいな感じで、多分ループするんですけど、するよね。合ってる？算数できてる？多分大丈夫だよね。ただまあ僕はプラスが触れないし、なんならグレーシスはこのウェイが腐っちゃうんで、木を5個以上繋げないといけないんで、まあそれでも強いとは思うんだけど。だからどうしようかな。困った時のカノクロね。悪くはないと思うんだ。色は作ってくれますから。ちょっと無効感分作ってくれますかって言われたら怪しいんだけど、まあ76運用だし、一旦カノクロネかなって感じですね。なんでちょっとね、あの極みを生成できる相性のいいキャラクターをテンスラなり、学園なりで欲しい感じですよね。まあ、とりあえずプリムはね、今すぐにでも使いたいような性能してますので、まあ、一旦プリムは使っていこうかなって思います。もちろんあのディジーも使ってみますけど、まあ、使ってみてこんな感じで運用できるのかどうかっていう感じですね。まずは、いやでもいいですよ、木属性波来てますよ。これ極みの波がちょっとね、リズレットのあたりウェイの波があったんですけど消えちゃったね。で、先ほどパッドゼクシーがポストしてたんですけど、おそらく、明日からのガチャに入ってるラインナップがもう軽くさらされていたんですけど、なんとね、アルテミス入ってますよということで、今ね、ピックアップされてるんですよ。 1.5% ですけど、ちなみにピックアップされてないキャラクターは 1.24 なんで、わずか 0.26% 上がっただけなんですが、ピックアップされてたから絶対明日からはいないだろうと思ったらいたんですよ。これメンツ的にあれだよね、試練進化もらったキャラクターが対象になってそうだよね。だから、副産物も狙うことができると。しかもね、ゴーテンとノバが入ってるんですよ。早くもゴーテンとノバのね、武器が僕にとって欲しいかって言われたらあれですけど、ゴーテンはまあ使わんわな、副属性変わっちゃうしな。こいつらってこんな前からデータあったんだね。ウルトラマンより前に計画というかあったんだ。まあ一応こいつも出るらしいんですけど、こいつは毒振らせるし、いらないかな。君は？ノバ武器はまだあるね、ワンちゃん。可能性ゼロではない。ただちょっとチーム HP 漏れないともったいない感じはしますよね。そんなこんなで副産物もたくさんありそうなので、明日ですね、またあの夜からガチャ配信しようと思いますんで、お暇な方はぜひ遊びに来てください。てなわけでまた明日お会いしましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。